はい、皆さんこんにちは。ボルネオ TW ゴルフチャンネルへようこそ。今日皆さんとお話しすることはクラブフェースの使い方です。この動画は非常に重要な回になるので皆さん最後までご視聴ください。それではやっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。前回の2つの動画、スイング軸とスイングプレーン、この2つの動画を配信しました。そして今回がクラブフェースの使い方です。この3つが非常に重要で、この3つを理解しないとゴルフボールをまっすぐ飛ばすっていうことを理解できません。そこでまずおさらいをしましょう。スイング軸とは何かというと、インパクトのタイミングを毎回同じにするということですね。軸がずれるとインパクトのポイントっていうのはずれます。ですのでスイング軸っていうのはなるべく動かさずに体を回転させて、インパクトのタイミングを毎回同じにするということです。はい、続いてスイングプレーンですが、これはダウンスイングとフォロースルーのまあ、プレーンでボールの出だしの角度が決まるということです。これはちょっと前回、スイングプレーンで説明した時には言ってなかったんですが、要はダウンスイングとフォロースルーですね、ダウンスイングとフォロースルーが同じであればボールの出だしですね、出だしはその方向にまっすぐ飛んでいきます。そしてこれがインサイドアウトですね、ダウンスイングがインサイドに入ってフォロースルーがアウトサイド、これだとボールの出だしっていうのは右に出ていきます。そしてそのアウトサイドインっていうのはボールの出だしが左に出るということですね。これはスイングプレーンっていうのはボールの出だしということになります。そして今回クラブフェースの向きということになるんですが、スイングプレーンと、ボールではなくて、クラブフェースですね、クラブフェースの角度、この2つがボールの出だしとその後ですね、そのボールが出た後のボールが曲がる、例えばボールがドローしたっていうことになると、左に行ったっていうことはクラブフェースがかぶっているということですね。そしてボールが右に行った時にはクラブフェースがオープンに当たっている、要はサイドスピンがかかる、このオープン、クローズによってこのサイドスピンがかかることによって、ボールが曲がるということですね。つまりボールの飛球線っていうのは半分、最初の半分っていうのがこのスイングプレーによって出玉が決まるわけですね。そう、まっすぐ出るか右に出るか左に出るかですね。でその飛球線の最後の半分ですね、これはボールのサイドスピンですね、サイドスピンによってドローになるかフェードになるかっていう、これはもうクラブフェースが開いてるか閉じることによって、サイドスピンがかかって、ボールが曲がっていくですね、曲がって、ドローフェードになっていくっていうことです。はい、はい、さあここでですね、最後のクラブフェースのコントロールですね、これは一体どのようにしてコントロールするのかっていうのをこれから説明していきたいと思います。これは非常に大事なことです。この最後のクラブフェースコントロールが分かれば、ほぼ、なぜ曲がるのかっていうのが分かると思います。そもそもクラブフェースのコントロールというのは一体どこがそのコントロールをしているのかというとですね、それはですね、この左手のですね、この角度なんですね。この角度が変わることによってクラブフェースが変わってしまうんですね。これが理解しなきゃいけないところなんです。それではその説明をしていきたいと思います。はい、それでは説明していきたいと思います。クラブフェースのコントロールはこの左手首ですね、この左手首が小屈側に行けばクローズになります。そして背屈側に行けばオープンになります。これが
クラブフェースコントロール、まあ、つまりこの手首の角度を変えずにスイングすればスキュエアに戻って出していけるわけですね。もしこれがバックスイングで、これが小屈します、小屈、はい、小屈します。そして戻ってくるとクラブフェースがクローズになります。そしてハイ崩すればクラブフェースは、まあ、オープンですね、オープンになります。はい、ですので、まあ、今までの私の動画を見ていただいている方は、知っていると思いますが、私は小屈はデメリットしかないっていうのは、ダウンスイングで小屈させると、まあいろんな説明では、まあ、分厚いインパクトとかとは言うんですが、まあ小屈するんでクラブフェースはかぶるわけですね。かぶると必ずハンドファーストにしないと、クラブフェースがスクエアになりません。はい、そして逆に背屈の場合はクラブフェースを、ダウンスイングで早くリリースしないと、こうクラブフェースがスクエアになりません。はい、ですがこのクラブフェースが、左手首のこの角度を維持しながら戻してくれば、はい、インパクト、スクエアのまんまインパクトができます。まあこういうことですね。はい、はい、とりあえず理屈は分かっていただけたと思います。とりあえずこれがまず理解していただきたいことですね。はい、ではここからですね、非常に重要なことです。まあ、つまりインパクトのタイミングを同じにするのは軸ですね。軸がずれるとインパクトのタイミングがずれる。そしてスイングプレーンっていうのはボールの出球の角度を決めるということですね。そしてクラブフェースの向きというのはボールが飛んでいった後のボールが曲がる、左に曲がるのか右に曲がるのか、まっすぐ行くのかっていうのがクラブフェースの向きになります。まあつまりですね、この3つの要素で全てが説明できるということになります。まあ、例えばプッシュアウト、プッシュアウトっていうのはクラブのスイングプレーンがインサイドアウトになったからプッシュアウトになる。例えば引っ掛け、まあ、ボールの出球が左に行く、それはクラブのスイングプレーンがアウトサイドインになったっていうことですね。で、例えば、まあ、初心者ですね、初心者がスライスになるっていうのは、クラブのスイングプレーンがアウトサイドインでクラブフェースがオープンということになります。ですので、アウトサイドインのオープンでこうスライスになるということになります。だからこれで全てが説明できるということになります。はい、そこで、皆さん、そうですね、ゴルフにおいて、皆さんが目指していることっていうのは捕まったボールを打つということですね。まあ、つまりできればドローボールをうまくコントロールして目標方向に飛ばしていきたいっていうのがあると思います。まあ、その理由はもちろん、まあ、それが一番飛ぶからですね。で、飛んで曲がらないっていうのが永遠のテーマだと思います。はい、ですが、ドローボールの一番の問題点は引っ掛けるということですね。引っ掛けっていうのはプロゴルファーが一番嫌う球筋になります。ではそもそも引っ掛ける一番の原因っていうのは何でしょう。その答えは小屈です。そしてその解決の鍵というのはフォロースルーにあるんですね。はい、ではその鍵となる画像をお見せしようと思います。はい、こちらの3枚の写真です。
左ジャスティン・トーマス、真ん中がマッキロイ選手、そして一番右がダスティン・ジョンソン選手になります。左手首の角度に注目してください。誰一人として小屈していません。どちらかといえば背屈しているのが分かると思います。はい、今の説明では背屈と言いましたが、この角度っていうのは実はアドレスでできた左手首の角度と一緒だということです。はい、それではもっと詳しく説明していきましょう。インパクトですね、インパクトをした後背屈で、インパクトをした後小屈のまんま、はい、これ同じ、まあ前からインパクトした後に背屈、はい、この角度ですね、インパクトした後に小屈、はい、この違いが出てきます。これだけ、こことここですね、これかぶってますね。でもこっちはかぶっていません。ですので、かぶると要は引っ掛け、チーピンが出るということですね。でこっちだとクラブフェースが返らないので、ボールをまっすぐ目標方向に飛ばすことができる。そしてそのまま上げてフィニッシュまで持っていくわけですね。ですので、こうフィニッシュの時に必ず手首っていうのはどの選手でも背屈のフィニッシュになります。これがこう小屈のまんまこういうふうにフィニッシュしている選手はいません。はい、皆さんご理解していただけたでしょうか。フォロースルーでは絶対に小屈してはいけないということです。必ず、まあ、あのアドレスでできた手首の角度と同じ角度で手首を曲げていくということですね、出していくということですね。この練習をすると出玉の方向が安定してきます。ですが、ここでちょっと気をつけていただきたいのがスイングプレーンになります。これは必ずフォロースルーと、あ、すいません、必ずバックスイングとフォロースルーを同じにしてください。決してインサイドアウトに振らないように、アウトサイドインに振らないようにしてください。これは必ず、そうしないと、機能しません。はい、それでは家でできる練習方法を紹介したいと思います。まず最初にやっていただきたいのが、この左手1本でまずはバックスイングですね。だいたい45度で、この時に必ず胸がグリップを向いているようにしてください。ですので、もうここから何も、腕は何もせずに腰肩だけを45度回転させます。で、ここからですね、ここから手首を曲げます。はい、これですね。で、この曲げた時に必ずこのシャフトが右肩、ここです、1、2ですね、この右肩に来るようにしてください。これがこのシャフトプレーンの角度になります。これです。はい、必ずこの練習をしてください。まずはこうすることによって綺麗にスイングプレーンに乗せることができます。1、2ですね、はい、ここです。はい、でこれができるようになった後にフォロースルーも練習をします。フォロースルーの練習ですね、はい、ダウンスイングしてインパクトして出していくんですが、この時に、はい、背屈ですね。で、この背屈の角度っていうのがインパクトした後ですね、こう、はい、こうです。ちょうど軸とクラブフェースが平行になるように、これが小屈してしまうと必ず引っ掛けチーピンになります。ここのこの位置ですね、この位置をイメージしてこう上げていきます。で、上げるのはですね、腕を上げていくんじゃなくて手首を曲げてクラブヘッドが上がっていきます。インパクトですね。で、こう上がります。で、ちょうど腕が3時に来た時に、
手のひらがですね、目標を向く形になります。これができれば左に引っ掛ける心配はもういらなくなります。これができれば絶対に左に行きません。っていうか、クラブフェースが被らないのでボールが左にこう曲がっていくことはなくなります。はい、ご理解していただけたでしょうか。まあ、つまりですね、クラブが3時に向いた時にクラブフェースが軸と同じ角度になるように出していってください。そうすることで左に引っ掛けることはなくなります。ですので振り抜くことができるわけですね。ですのでこの軸、スイングプレーン、そしてクラブフェースの向きを理解すればかなり目標方向に飛ばす確率っていうのは上がると思います。そして練習場とかコースでその失敗した時ですね、例えばボールが左に出たり、ボールの出だしですね、ボールの出だしが左に出たっていうことはスイングプレーンがアウトサイドインで、ボールがその後どっちに曲がったかっていうのはクラブフェースの向きっていうのが分かってくるので、どこを直したらいいのかっていうのがおのずと分かってくると思います。はい、では今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。今回の動画を理解すればかなり上達すると思うので頑張って理解して練習していただけたら幸いです。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。